光ファイバーケーブルを付設中の、太鼓テレコム所有海底ケーブル付設船、グローバル、センティナル海底ケーブル付設船アンカーを下ろす、海底ケーブル付設船海底ケーブル付設船とは、海底ケーブルの付設、修理、回収を行うための船である。海底電線付設船、電乱付設船などとも呼ばれる。海底ケーブルを新規に付設するときに用いられるだけで、なく、 中継機が故障したり途中で、ケーブルが切れてしまったりしたケーブルを引き上げて、修理するためにも用いられる。また古くなったケーブルを回収する目的にも、用いられる。不施設に際しては、浅い海では、漁船の底引き網に引っ掛けられたり、船の怒りに切断されたりしないように、海底を1から3メートル程度掘って埋めていく。深い海では海底に置くだけであり、 海中に浮いてしまわないように海底地形に沿って布設する。布設速度は4ノット程度である。海底の深さが急変する場所ではゆっくり布設してケーブルを確実に着底させる。水中に浮いた状態では故障の原因となることがある。布設されているケーブルの回収に際しては水中作業ロボットで布設位置を探し出してケーブルをつかみ船で引き上げる方法と ケーブル付接船が、単線アンカーという特殊なアンカーケーブルを繰り出して、引きずり、引っ掛けて引き上げるという方法がある。単線アンカーを使う方式が古くからの実績があり、気象条件が多少悪くても作業できるという長所があるが、水中ロボット方式にも、作業効率が優れ修理に伴って除去される、ケーブル部分が短くて済むという長所がある。長期にわたって、 洋上で作業を行うことになるため、船員は何ヶ月も、船上で生活することになる。一隻の船に、複数の作業チームが用意されていて、あるチームが洋上で作業をしている時に、他のチームは、陸上で休暇となるような作業体制で、敷設作業が行われている。船内にはこれから敷設する、あるいは海底から回収したケーブルを収容するための、ケーブルタンクを備えている。 ケーブルタンク内部では、ケーブルは、リールのような構造で巻き取られて格納されている。KDDI グループの国際ケーブルシップ社が、所有する、不設線、KDDI オーシャンリンクは、ケーブルタンクは3つあり、合計2300立方メートル、全長5000キロメートルほどのケーブルを収容することが、できる。信号を増幅するための中継機も一緒に、収容されており、 45から6 0トル程度の間隔でケーブルに取り付けられている。また、NTT グループの NTT ワールドエンジニアリングマリン社が所有する。不接線スバルも3つのケーブルタンクを持ち合計2770立方メートルの容量を持つ日本最大の不接線である。実際にケーブルを繰り出し、または巻き取る作業は、ケーブルエンジンという機械が行っている。 船の速度に正確に同期して繰り出す必要があるが、海底地形の起伏や海底でのケーブルの蛇行を考慮して、ケーブル帳は直線での長さよりわずかに長く繰り出される。このことから、実際のケーブルエンジンの繰り出し速度は、船の速度よりわずかに速くなっている。ケーブル帳の余裕分のことを、ケーブルスラックという。ケーブルを繰り出す部分には、 シーブと呼ばれる滑車がついている。船によって、船首につけられているものと船尾につけられているものと、両方がある。船首にあるものを、バウシーブ、船尾にある部分を、スタンシーブという。前述の通りケーブルを繰り出した後、浅い海では海底に埋設する。このために用いられるケーブル埋設機が搭載されている。隙のような装置で海底を掘ったり、 ウォータージェットで泥を取り除いたりする構造になっている。掘削を行いながら同時に埋設が行える。動力はアンビリカルケーブルを使って船から供給できる仕組みになっている。また水中作業ロボットも装備している。こちらもアンビリカルケーブルで供給される電力で動作し、水流で海底を掘って埋設したり、逆に埋設されているケーブルを掘り出したりする。こちらは マニピュレーターも装備しており、水中でケーブルの切断や引き上げを行う能力を持っている。ケーブルの付設作業を行う完成室や、海底の状況を測定する装置なども戦上に備えられている。また、修理の際には、ロボットなどで引き上げたケーブルの一端を一端、戦上に引き上げて、壊れた中継機を交換したり切れた部分を補修したりし、 ケーブル同士を接続する作業を行う。これらは人間の手作業で行われており、作業用のスペースも線上に用意されている。接続されるとロボットにより元の位置に再度付設される。重要な装置として自動繊維保持装置がある。ディファレンシャル GPS などの精密な位置測定装置に、 基づいて、波や風によって、常に移動している船を正確に同じ位置に止めるための装置である。これに加えて、船体の動揺を抑える装置も搭載している。DPS の指示に基づいて、実際に船を動かすアジマススラスターなども装備されている。ありがとうございます。